キャンテンジーとか、まあ、キリナンテンとか言われてるね、選ぶのです。で、枝物を入れると、まあ、レンジはこう大きくなります。だから、まあ、こういうものを有効に使っていくと、大ぶりなアレンジメントができるので、まあ、それでまたこれがね、枝っていうのはカットの仕方で形が変わります。だから例えばこう、こう見てるのと多分こう見てるのと全然違うと思います。実際今日はどう使うのかっていうのを最初に見極めてカットして、それで使っていくということですね。その最初のカットでほぼ作品が決まってきますので、まあ、そこのところはよく考えてカットしていくといいと思います。自然的に一番最初のカットで失敗も決まるんですね。で、我々はほとんどが、まあ、いや、生け花の方はね、こう剣山とか、まあ、僕なんかの剣山、剣山を使うこともあるんですけど、ほとんどがこう、フォームを使います。で、枝物をフォームに刺すときに、最初の今切っちゃったんですけど、太さで刺すとフォームへのダメージが大きくなる。それを最初にもう刺した時点で高温が壊滅するので、もうその時点で作品が失敗です。で、なのでここになるべく高温のダメージを受けないように、この枝の先をカットしてから刺していく。で、このカットの仕方で枝が止まるか止まらないか。なんだウェディングかい。カーボナルです。さてか、まあ横からですね。これがプルモサスっていう、リュカネドルかな、リュカネドルの種類、プルモサスっていう。で、これが開くんです。開いて松ぼっくりみたいな形になるんですけど、結構な時間がかかるんですね、開くの。で、すぐ開かしたい人は電子レンジでチンすると、ええ、本当に開くんです。冗談じゃない。500ワットの電子レンジで1分ぐらい。今のは今日をカットして刺して、
横に入れて端に入れてば最初に横に入れたところはここに中に入れて縦に入れて端とかこういう形になって、こういう形になっていればだいたいこうに絵のダメージは少なくなってしまう。で梅吹雪の中に何種類かあるんですよ。だからウィンターベリーとかそっちの方に。だから梅吹雪では間違いない。一番重要なのは、のカットの方法なんですね。どういうふうにこう頭をカットしてその定位置にこう収めていくかっていう、それをどこでこう固めてカットして、一つの花でハサミを入れると多分20通りか30通りぐらいのラインができていますから、それをどのようにこう加工していくかっていうのが、重要なポイントです。